そうです。よいしょ。うん。よし。あれ？いや、おかしいな。めっちゃ喉が痛かった。ごめんなさい、喉が痛いました。あ、ありがとうございます。ちょっとなんかもうちょいこっち多分なんか戻るんでしょ。ああ、あでもだいぶ今まだまだ斜めってますよ。あ、ちょっとだけちょっと斜めなんか大丈夫まだ斜めです。あ、一応大丈夫ですね。気になるぐらいですか。いや大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はいです。じゃあ、ツイキャスお願いします。あ、あ。はい。リツイートした。した？うん。リツイート。また。して、終わりました。はい。さあですね、今夜もデンジャラスナイトが始まるということですね。うん。ね。いや、特に話すこともないんですけど今ですね、なんかドラマの撮影が始まってまして、まさかのね、僕がちょっと主役に ね、 そうなんですね、選ばれたということで、ちょっと、まあ、まだ詳細は言えないんですけど、ちょっとそんな話をちょっとね、はいはいはい、ちょっと文句がたくさんあるんで。あ、そうなんですか。文句あるんです。はい、8、7、6、5秒前、4、じゃあ本番始まります。2、1。はい、今ジングルね、あのオープニングの曲が流れてます。あ、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  FEC チューンド、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  FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、始まりました。はい、デンジャラスナイト。はい、 KY デンジャラスの中地と高田でお送りしています。よろしくお願いします。はい、早速、はい、メールが、メールが、メールから読んでいきましょうか。はい、はい、メール、はい、ヒカルさんから。はい、こんばんは。こんばんは。北海道札幌市からユーストリームで聞いています。おー、北海道札幌市、すげえ。11月に沖縄旅行行きたいので、はい、夜は寒くないですか？厚着した方がいいですか？札幌市は朝晩ひんやり寒いです。あー、もう正反対の県だからね。11月か。11月はどう？一応夜は寒い。寒いですね。あ、でも感覚が